こんにちは、高山大地です。今日は、僕の MacBook に使っている、スタンドがあるんですけれども、それを、1年ぐらい使ったので、その使用感とかを、話す動画を撮ってみたいと思います。僕が今使っているこのスタンドっていうのが、マジェックスタンドという名前の、スタンドですね。こう見えますか？この裏の部分にこの貼り付けているものなんですね。これをですね、こんな感じでこう引き出してこう置くとですね、こう MacBook がちょっとこう高さが出て、スタンドになるっていう、アイテムですね。これ結構 MacBook 使ってる人の間だと、有名なスタンドだと思うんですけれども、これからね、この MacBook、新しく出てくるものとかあったりして、でその時にスタンドを何にしようかなって思う人も多分いると思うんですね。なのでこのマジェックスタンド実際使ってみて、どうだったのかっていうのをちょっと話してみたいと思います。まずいいところっていうか、この PC スタンド全般に言えることではあるんですけれども、この PC スタンドを使うとこんな感じでですね、この画面がこうちょっと高くなるんですね。で使ってない状態だとこう画面が結構下になって、こう体勢がちょっとこうかがんでしまったりとかすると思うんですけれども、このスタンドを使うとこう画面が上がるので、こうかなりこう見やすくなります。でそれからこのキーボードのこの角度もですね、こう結構変わるんですね。普段のスタンド使ってない状態だと結構手がですね、この奥の方にこう届きづらくなったりとかするんですけれども、このスタンドを使うとですね、この奥の方まで結構距離がちょっとこう短縮されて打ちやすくなるんですね。でしかもこの MacBook のこの下の方にですね、こんな感じでこの空間ができます。でそれでですね、この熱がですね、この溜まりづらくなるんですよ。この僕の MacBook はですね、発熱をしづらい代わりに、冷却ファンが搭載されてないんですね。なので普段は熱が溜まりづらくなるんですけれども、動画の編集とか写真の編集とか、とにかく重い作業をこうずっとやってると、発熱がこうだんだんしてきて、熱が溜まってくるんですね。で熱が溜まるとですね、こう作業していてこう自分でもこう目に分かるぐらいこう性能がちょっとこう落ちるんですよ。画面がこうカクカクになったりとか、ちょっとこう作業が遅くなってしまったりとかするんですね。なのでその熱をためないためにこの PC スタンドを使うっていう方法があるんですね。で今話したこの画面が上がる、このキーボードの角度が変わる、この排熱がしやすくなるっていうのは PC スタンド全般に言えることで、このマジェックスタンドだけのいいところではないんですけれども、このマジェックスタンドはですね、この引き出した時の角度が結構高くなるので、この画面のこの上がり幅っていうか、このかなり持ち上がるんですね。引き出し具合によってこの段階があるんですけれども、この最初の引き出した段階でも結構高いので、こうすぐ使いたい時にもこうさっと画面が高くなってくれるんですね。これがこうかなり見やすいと思います。こうさらにこう引き出すとですね、こうもっと画面が高くなって、この状態だとこうあんまり作業はしづらいんですけれども、ここに搭載されているこの内蔵カメラの位置もこう高くなるので、例えばビデオ通話とかする時もですね、こうかなりこう画角がこういい感じの高さに来てくれて、映りもいい感じがします。レッスンとかする時によくやるんですけれども、その時もこの機能を使ってこうちょっと自分の見た目が良くならないかなっていう感じで、このスタンドをいつも使ってるんですね。このマジェックスタンド、この見てもらうとちょっと分かると思うんですけれども、このかなりね薄いんですね。 MacBook をこう横にしてもこう貼ってあるか貼ってないか分かんないぐらいっていうのは言い過ぎかも分かんないんですけど、かなり薄いんですね。薄いことによって何がいいかっていうとですね、このパソコンのですね、このスリーブケースとか持っててもこのそのままこの中に入れられるんですよ。こう最初何もつけてない状態とこう同じぐらいの状態でこうそのまま気にせずにこう入れることができるんですね。これがやっぱりいいなっていうふうに僕は思うんですよ。でこの薄い状態からこのスタンドが出てくるっていう、なんかこれもなんかかっこいい感じがしてすごいこう気に入ってるところなんですね。でこんな感じでいつもこのスタンドですね、ここにこう貼り付けておくことができるので、
このパソコンをこう持っていけば、この一緒にスタンドも持ち運ばれている状態なんですね。こうパソコンとスタンドをこう別々に持っていく必要がないっていう、まあ、そこもですね、この貼り付けて置いて使うものっていうところの、まあ、いいところだと思うんですね、まあ、というところがこの僕がマジックスタンドを、まあ、長期間使ってみて、まあ、気に入っているところですね。次はこのマジックスタンド使っていて、まあ、気になるところとか、まあ、弱点みたいなところをですね、まあ、いろいろ見つけたので、それもちょっと紹介してみたいと思います。このマジックスタンドはですね、この裏に貼り付けておいて使うものなんですけれども、そのままの状態だとこう浮いてしまって、このなんていうかこう安定しない感じがするんですね。なので、付属品にですね、ここのゴム足の傘をこう増す、シールがついてるんですよ。でこのシールをつけるとですね、こうかなりちゃんとこう安定してくれるんですけれども、まあ、僕はですね、これシール貼ってないですね。まあこれ以上ちょっとマジックスタンド以外にこのなんかいろいろ貼るっていうのがまあ苦手っていうのもあるんですけれども、ちょっとこのシールがね、なんか若干取れやすいような感じがして、まあ、いつの間にかなくなってるっていうのもなんか嫌なので、まあ、最初からこのシールをこう貼らずに使ってるんですよ。でそれがね、結構デメリットがありまして、このスタンドを使う時にですね、ここの MacBook のこの部分がこうデスクにつく感じになるんですけれども、この状態だとこうかなりね、こうなんていうかこう滑りやすいんですね。わかるかな、こうあんまりこう滑り止めの機能がないっていうか、こうこの状態だとね、こうかなり滑りやすくなってます。この部分の付属しているゴム足はここが滑らないようにしてくれる役割もあるゴム足になってるんですけれども、それをつけると多分こう滑り止めになるんですけれど、これを貼ってないのでこうかなり滑りやすいんですね。まあ、なので同じようにこのマジックスタンド買って、このゴム足を貼らないで使いたいっていう人はちょっとここに気をつけると、いいと思います。で僕はその対策としてですね、このスリーブケース、これをですね、この下に敷いて使ってるんですね。こうするとこのスリーブケースが滑り止めになってくれて、このかなり安定感が増します。これ横ブレもほとんどしなくなるし、こう打っていてもこうずれるっていうことがね、ないんですね。こう手で動かしたらもちろんこう滑ったりとかするんですけど、こう使ってる時は全然ずれないので、この下に何か敷くっていうのはこうかなりおすすめの使い方です。それでこのマジックスタンドはですね、この裏に、この MacBook のこの裏にこの本体をこう貼り付けているんですけれども、これがですね、こうかなり粘着力が強力なんですね。まあ粘着シールを使って、ここにこうベタって貼り付けて使ってるんですけれども、こう普段使ってる時はですね、もう全然剥がれる心配がないぐらいこうかなり強力です。こうやって吊るそうとしてもね、結構剥がれないですね。ちょっとあんまりやらない方がいいけど、でこれが剥がれづらいと、まあ、何が心配かっていうとですね、貼り直しがやっぱしづらいんですね。本体も薄型なので、無理にやっぱ剥がそうとすると、本体がやっぱ曲がってしまう危険性みたいなのもちょっとあって、貼り直しはちょっとこう慎重にやんないといけないんですね。で説明書にもいらなくなったカードとかを使ってここ滑り込ませてちょっとずつ剥がしてくださいって書いてあるんですけれども、まあ、そうなるとですね、他のこういう貼り付けるタイプのスタンドをちょっと試そうと思っても、こうなかなか気軽には貼り替えができないですよね。だから僕はですね、もうこのままもうずっとこれを貼り付けて、まあ、使ってる感じですね。まあ、MacBook 乗り換える時とかにちょっと覚悟して剥がして付け替えるっていうのもね、ちょっとできるかどうか分かんないぐらい結構強力ですね。最後、この最後の弱点はですね、このスタンドのですね、こう高さの調節の機能ですね。まず今この1段階引き出している状態で、こっちを引き出すとこうさらにこう微調整ができる仕組みになってるんですよね。なので自分の使い方に合わせてこのキーボードの高さとかを変えれるんですけれども、2段階目以降をこう引き出す部分がですね、結構繊細というか、1個だけ引き出そうと思ってもこうなんかちょっと2個目まで引き出しちゃうようなぐらいのこうちょっとね、難しさがあるんですよ。こうちょっとだけ引き出そうと思ってもちょっとこう2つ引き出されちゃうみたいな。だからね、この微調整がね、若干
やりづらいんですね。これ個体差もあるかもしれないんですけど、僕のものはちょっとこうやりづらくて、こう2個引き出しちゃうとかあるんですよ。で結局、まあ、微調整するよりはもうこの1段階引き出した状態で使うかみたいな感じになってしまって、ほとんどね微調整してないんですね。もう僕が使ってるのはこの最初の引き出した1段階目の状態とこの一番最後まで引き出した状態、この2つの形態しか使ってないんですよ。これ微調整ねする人どのぐらいいるかわかんないんですけれども、僕はこう結構しづらいなって思って、結局この微調整は使ってないんですね。まあ、最初はこの自分の使い方に合わせて微調整して使おうと思ってたんですけれど、まあ、結局こういう使い方になってるっていう感じですね。まあ、余談としてもう一個ありまして、というのもこのスタンドを立ててる状態がですね、このバランスが結構絶妙な状態になってまして、というのもこうちょっとねこの画面の上の方をこう押すとですね、この結構軽い力でこう後ろに倒れていきそうなぐらいの、まあ、離すとこう元に戻るんですけれども、気をつけないと倒れるっていうこともまあないなくはないみたいな、まあそういう感じのバランスなんですね。このスタンドを張る位置によってこの倒れやすさとかこのバランスも多分変わってくると思うので、まあ、僕は結構上の方にできるだけ詰めて張ってるんですけれども、これ以上はねこの MacBook がここがこうちょっと曲がってる、まあ、カーブしてるっていうか、まあ、そういう形状になってるので、これ以上上に張るとですねこうちゃんと貼り付けられないんじゃないかみたいな感じに思って、この位置にして貼ってるんですね。で僕の位置に貼ったとしても奥に倒れるか倒れないかぐらいの、まあ、簡単には全然倒れないと思うんですけれども、まあ、そういう絶妙なバランスになってるんですね。でこれ僕のは13インチの MacBook Air なんですけれども、他のこうもっとサイズが違うパソコン、例えば16インチとかになってくると、またバランスの、ね、問題もまたね変わってくると思うんですよね。で最初の頃はこのちょっと倒れやすいんじゃないかみたいなのが気になって使い始めたんですけれど、これはですね、まあ、ずっと使ってると僕は気にならなくなったんですね。ちょっと欠点として言うのも忘れたぐらい、このバランスっていうのはねあんまり使ってると気にならなくなってくる気がしますっていう余談でした。ということで今日はですね、この僕が MacBook Air に使ってる、マジックスタンドというこれ、ね、薄型でかっこいいですよね。この引き出して使うこのスタンドね、これを、まあ、1年ぐらい使ったので、実際にまあどんな感じだったかっていうのをちょっと動画で撮ってみようと思って、話してみました。まあ、結構価格としてはちょっとこう高めなスタンドなので、まあ、買うの勇気いると思うんですよね。ただ画面のこの上がり具合とかこのキーボードの角度とか、まあ最初はちょっと慣れがいるかもしれないんですけれども、使ってるとだんだん心地よくなってきて、これがない状態で使うのでもうだんだんできなくなってきたぐらいなんですね。なので、ちょっと気になってる人はこれね買ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。でしかもねこの薄いのでこのケースにそのまま入るっていうのがねやっぱいいですよね。もうなんか別にやっぱ荷物持たなくてもいいし、この Mac だけあればスタンド使わないときはこうそのまま膝の上に乗せて使ってもう気にならない薄さだし、で使いたいときはこうやってねすぐ引き出せるっていうところがやっぱいいと思うんですね。まあ、使ってるときはこのどうしてもやっぱりこういう敷物がやっぱあった方が滑りづらいので、まあそういうところもねまあ、あるんですけれども、そういう感じの使用感ですね。こんな感じでまた自分の身の回りのものをですねいろいろ紹介してみたいと思いますので、ぜひ、次の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは高山大地でした。